水曜。いつも格上に負けるからこそ勝った時のあれほど気持ちいいものはないよね。めっちゃわかる。最初あるやつとか人格疑うわって思ってたけど、今は勝ったら死ぬほど煽ってる。もうね、やばいやつしかいない。やばいでしょ、やばいでしょ。そう、 TikTok で見ました。やばいでしょ。はい、元ネタもそんな知らないですけど流行ってましたね。はい、 TikTok の話ばっかするとね、ケンツ TikTok 大好きじゃんってね言われちゃうので、もうこれで最後にしようかなと思ってます。ですね、格上狩りと今日もやっていくんですけども、前回ですね、昨日出したもう格上に3連敗する動画があるんですよ。もうめちゃめちゃもうドチンパンに3連敗する動画があるんですけど、その動画がなぜか普段の格上狩り道よりも好評で、コメント数も倍でしたね。でもみんなが求めてる格上狩り道って、なんかこう、なんだろう、めちゃめちゃ俺が勝つっていうやつよりかは、俺がボコられてるの見たいんですね。需要がわかりました。ヘイヨーケンツメッシュです。今日からやっていくんですけど、今日はですね、こちらのケンツメッシュデッキですね。俺が格上を倒すためだけに作った、このね、対格上専用兵器をね、使って、本気で、サバカのトラゲをしていこうかなと思ってます。というわけで、早速行きましょう。余談なんですけども、昨日ね、トロフィー6850ぐらいまで本赤の方が上がりまして、グローバルトップで200入ってたので、今日ね、その続きのトラゲをして、まあ、展開目指したらいいかなと思っています。そして、さらに余談なんですが、APEX をね、1週間前ほどに始めまして、まあ、俺、リア友で、まあ、APEX うまい子いるんですけど、まあ、その子をね、大親友で、まあ、その子ともなんか一緒にやりつつだったりとか、まあ、パーティーは固定でやってたんですけど、一週間でですね、FPS 劇もなくて、まあ、パソコンも初めてキーマウって言って、キーボードとマウスで操作するってわけで、ついですね、プラチナに行きました。はい。腕前プラチナですね。クララでいう5000トロフィーぐらいなのかな。うん。行くことができました。でキャリーだろうってね思うかもしれないですけど、自分でもバキバキ危惧したりしてて、そう、まあ、ミグダムの方でね、APEX めちゃくちゃ配信してたんで、まあ、興味ある方は見てください。もしかしたら俺の APEX 1週間日記みたいな感じで、動画出すかもしれない。めっちゃ編集してわかんない、サブチャンに出すかもわかんないけど、まあ、もしね、それ見たいよって方いたらコメントで、ね、教えてください。ということで、今日も駆け狩りでやっていきましょう。さあ、まずはインドラとか使いつつも、見てないコウモリをまあ処理していきますよね、読みで。はい、これ逆サイのメガナイトコウモリ VS インドラ VS ダークレイですね。これインドラめっちゃ削るからね、あとレベル2高かったらもうこれ折れてますから。やっぱね、対格上専用兵器は強いよ。これインドラとラムあるだけでもロイジェに対してレベチですね、本当に。さあ、ということでやっていきましょう。いや、マジで、格上狩り道さ、今まで俺、ね、こんな感じで一生懸命敵を倒すことを考えてたのよ。で、みんなさ、なんかちょっともう諦めてない？言うて、なんかもう、格上狩り道って、なんかもう、ケンツだから勝ってるんでしょみたいな。あいつ、消えてった。ケンツだから勝ってんでしょみたいな、雰囲気出てませんか？あ、なんか、まだ勝ってらっつって、なんか現実逃避。最初は、勝てるのか希望の星です、ケンツさんみたいなコメントがいっぱいあったんだけど、最近なんかもう、まあ、勝つよね、みたいな雰囲気出てて、いやーマジで、バルキリーとウィザードほんと寄りせねえ、みたいなコメントしかなくて、で、昨日ね、いやマジで、格上やばすぎだろ、みたいな感じで、発狂してる動画を出したんですよ。マジで、森なしで、オープニングで俺負けねえよ、みたいなこと言いつつ、めっちゃ負けだって、ほんとフラグ回収もいいところですよね。そういう動画を出したんですけど、そういう時になったらみんな生き生きとコメントしてたんで、あ、なるほどなるほど、つって。格上が移動っていうか、俺は視聴者に駆られてるんだねっていう風に思いましたね。いや、まあでも、面白いなと思って、まあ共感だよね。共感が欲しいんだよね。そう、そうだよね。うん。だから格上あるあるもね、ちょっとこう、今後動画で上げていこうかな。はい。そんな感じですよね。さあ、ファイスピー、芝居で。クララがね、壊れたシリーズね、明日ぐらいに出せるかなーっていう感じなんですけども、ライトニング打ちます。ディーン、ディーン、ディーン、オッケー。でもゲームの休憩はゲームでするが一番楽しいですね。よいしょ。これはさすがに大丈夫か。
クララってやっぱ集中するんですよ、そのトラ揚げとか。自分だと特にそれでマックス2時間ちょいとかなんかな、ぶっ続けで自分のなんかこう満足いく集中ができるっていう部分では。これメガナイトここら辺に出して、そうするとメガナイトが交差してこっちの逆サイドのタワーが起動するんですよ、まあ、起動っていうか反応するんですね、うん、これは覚えておいた方がいいテクニックですね、はい、テクニークな、うん、あの注意されるから発音テクニーク、アクセント後ろだから、うん、テクニーク、そうだよ、後ろだよね。そう、これもうケンツネシのチャンネルはなんと勉強も学べるっていうね、はい、あの一石二鳥でございますので、今後ともぜひよろしくお願いします。やっぱ親の前で見れる YouTuber はね、あのヒカキン大先生の次に多いですから。さあ、こうなった時はマジアチは後ろからですかね。ファイボキットあったんで、このマジアチはお相手しどうするんですかっていう風に問い詰めながら、あのニチャーと割れながら行きましょう。これはメガナイト前に出す時かはエリクサは漏れないように、うん、こんな感じでドゥンドゥンドゥン、オッケー。ライトニングはちなみに体力高い順番に当たっていくので、まあそこを意識してもらえればええんちゃうかなと思ってます。で、ヤナメとラムとマジアチャでこういうなんかウィザードとかもまあちょっとね、あのいい感じに飛ばせたりするので、飛ばしてもろてって感じですね。はい、で5打たれたってなったら皆さんどうするんですか。うんうんうん、そうだね、ケツマジアチャだね。うん、左じゃないね、右だね。うん、右に出すんだけどね今の。はいはい、まあ、見せることもある。悪くない。メガナイトをこっち出してあげて。いやー、これどうしようかな。どうしよう。あー、やべ。マチアチミスったことによって、無駄が生じてしまった。メガナイト出すか。いやー、これ正直出したくなかったな。それはもうね、美味しい、うまみとバブミとバモミがある。最近バモミって言葉ハマってて、バモスっぽいことですね。バモスってスペイン語でよっしゃーみたいな、さあ行こうみたいな感じのあれなんですけど、バモミ最近もめっちゃ言ってる。だから勝った時とかバモースって言うんですけど、バモミが深い。ぜひ JK 視聴者の皆さん、バモミが深い使ってみてください。そういった感じで GG ですね。まあ、マジアチャをこう無限に、ね、出していくっていう部分で、この基本で回転も 4.0 って書いてあるんですけど、あのこの1コスと2コスが入ってるんで強い。これマジで、このね、対角栄専用デッキが強い。これ使って、もうね、もうこれもう、なんだろう、ポッチャマみたいな感じ。いや、まあ、ヒコザルでもあるけど、もうこれ一択。もう御三家の中でこれ一択みたいなデッキなんで、よかったら使ってみてください。まあ、こんな感じでまず、ソリティアっていうか、その細かいやつでカード回してからマジックアーチャーで後ろからね、揃えることによって、まあ、手札事故も割と少なめなのかなっていう。はい。これでラムライダー出しつつ、インドラで処理と。で、これでガゴムリ来た場合は、まあ、ちょっとね、泣きながら、クラルはしましょう。まあ、ある程度対応できると。うんうん。で、これインドラもまたちょっといい感じのダメージが入りつつ、はい。いうのはつけで寄せつつ、はい、これ完璧できるんでね、これ皆さん覚えてください。今のスキーの位置ですね。まあ、コウモリはファイスピーの方にかぶせてるんで、まあいらないですね。いらないっていうか、そのコウモリファイスピーだけを守るために使ったって感じです。ユーノカンプはスケオンリーできるので、まあさっきのね位置覚えてあげるといいですね。まあそれぞれ相手のユーノが11レベル、こっちのタワー11、スケ11とかだったらできるので、まあぜひやってみてください。さて、これですね。そうなんだよね。これなんだよね。はい、こんな感じで、守っといてあげて。ガムライダーは順番にターゲット取ってきます。今、ロイジャイ、ナイト、ロイジャイナイトって感じでターゲット取っていったので、まあ若干、ロイジャイ入ったんですけども、まあトゥバイエですね。さて、こっからですね。このコウモリとインドラもカウンターとしては、悪くない役割を果たしてくれますね。はい。これは放置ですね。放置しといてあげて。まあ、マジアチャ後ろからかな。ファイブを打ってきたら、まあ、だるいんですけど、打ってこない、サボる相手が多いんで、ファイブ打たずに。
まあ、そこを狙っていく感じかな。さあ、ケツメガナイトしましょう。今ね、結構エリクスアドバンテージが取れてると思うので、まあ、取れてると思うのでって言ってもね、あのなんでって言われるあると思うんですけど、難しいな。これの説明が難しいな、クララってな、ほんまに。ライトニングします。はい、ディーン、ディーン、ディーン。お、気合心ですか、気合心ですか、それ。じわった。はい、やなめ。ファンファンファン。強いね。強い。美しいわ、このデッキ。どう、みんな美しいと思いませんか、このデッキ。いや、これ本当に強いから、もうおすすめしたい。おすすめしたい、本当に。おすすめしたいっていうか、おすすめしてるんだけど、マジで強いの、これ、あれでしょ、あの、ザップなんですよ。絶対。うん。で、一応、スケルトン見たときは処理しといてあげて、もうザップ切った後のインドラはね、インドラは1回までしかね、大体もうリセットできないんですよ。どのデッキでも。うん。まあ、ザップザップミラーとか、ザップライティングとか、ザップエレキとか、ザップザッピーとか、なんかそこら辺が入ったら話は変わりますけど、まあ基本的には、まあ一発パーンってザップ打たれてリセットされるぐらいなので、リセットされた後はもう、安心して身を任されるみたいな感じですね。さあ、もう、破竹の勢いで勝っていきます。さあ、ラスト行きましょうか。まあこんな感じですよ。余裕ですよ。もうね、あの、本気出しちゃえばこんな感じですよ。昨日のね、チエンスケラもね、本気出してたんだけど、昨日ね、やばかった、マジで。もう、3年のさ、あれがやばかったよね。はい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 。おさらくコンプ、オッケー。ラムユキ玉でしょ。インド出して、あー、これマジ出しか。いや、バルキリーマジ硬えな。え、マジで硬いよね、バルキリーって。これもう信じられんもん。インドラ出すか。いや、スケも鬱陶しいな、おい。スケ鬱陶しいな、おい。インドラかわいそう。ごめん、ごめん、ごめん。ラムにはラム。うん、目には目を。歯には歯を。ラムにはラム。ハンムラビ法典ですね。また勉強を授けてしまった。また勉強を授けてしまった。あ、矢の飴で処理しつつ。はい。あ、いいよ、見たが、しかし。待て。ウィザード痛いね、痛いね。おっと、おっと、おっと、おっと。おっと、お相手し、もうロックオンしちゃった。俺もう君のことロックオンしちゃった。逃がさないよ。どこまでも行くよ。よいしょ。バルキリーしかいねえこと分かってんだよ。あー、スケブー悪くないね。ちょっと待って、矢の雨で飛ばねえバレるほどきついものはない。 OK。 さあ、こっからだよ。絶対に許さないよ。さっき俺がウィザードコウモリ2回受けしかできなかったの見て、なんか相手でしょげてたから。はいはい、そのおやつらももろて、もろてから雪玉とバルキリーと、ウィザードとあれかライトニングセッツ。いやー、相手のバルキリー出す位置謎すぎて入んなかったわーって言ってな。マジアチャ出しつつメガナイトを下げる。これ多分ラムとあれが来るんだから。はい、あー、なるほどね。貯めたかった。これインドラに竹取って処理してコウモリ使わせて、おっと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 、あれあれあれ、意外と耐えてきましたね。ピンチ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 、やばい、やばくね、待て、やばい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 、雪玉あと何で落ちるの、ウッド、
ねえ、この展開ってな。勝ってから煽りましょうね、皆さん。はい、勝ってから煽りましょう。